松本潤39主演の NHK 大河ドラマ「どうする家康」の第30話が8月6日に放送される。しかし7月30日の第29話「伊賀を超えろ」の平均個人視聴率がその前回の「本能寺の変」で盛り上がった12.7%から11.5%ビデオリサーチ調べ「関東地区」と急激にダウンしたのだ。 7月30日放送の第29話の内容は以下。信長、岡田純一、42、お本能寺で撃った明智、佐向六64の命令で、家康、松本純は浪人から村民まで、あらゆるものから首を狙われることに。岡崎へ帰還すべく山道を逃げていると、多くの追っ手から襲われるが、半蔵、山田隆三39、 が服部島に助けられる。半蔵は服部島の故郷である伊賀を抜けるべきだと進言。追手を欺くため、家老、忠次、大森直、51、らと別れた家康は伊賀の難所を越えて岡崎を目指す。道中、伊賀者にとらわれ、首を取られそうになるが、軍師、本田政信、松山健一38、の助けもあり、 家康は岡崎に帰り着くことができた一方、明治は戦に敗れ、都を追われていた。本能寺の変から11日後、姫路の山陽道を追ってきた兵たちに、わしは明智じゃない、と、なんとか生き延びようと正体を偽るが、何本もの槍に刺されて死んでしまう。後日、光秀の首と向き合っていたのは、織田家の家臣、秀吉、室四47。 でという展開視聴者の X、Twitter、上の反響は、伊賀越えがメインだから仕方ないけど、明智光秀をやたら小物に書くと、なんで信長はこの人を重用してたのという疑問が、さらに信長はその光秀に打たれてるわけで、信長の有能さが霞む気がした、など、明智光秀の扱いに関する不満の声が少なくなかった。 2020年放送の大河ドラマ「キリンが来る」では長谷川博己46演じる明智光秀が主人公で織田信長を見限るまでの経緯が丁寧に書かれていたが今回は単なる支援と書かれていたのが大河ファンに嫌われたようだ当初からストーリーを盛り上げるため本作の脚本演出は大胆な歴史解釈をしてきました 今回も信長と家康の愛憎を混じる関係を書くために、明智の描写はざっくり省略されたのでしょう。芸能ライター。今回は、伊賀越えという、家康の物語の中で大きなトピックだったのに、数字は本能寺の辺から大きく落ちた。今後が気になるが、次は織田家の後継ぎを決める、清須会議がメインで、秀吉、室津が主導権を握り、 信長の妹をし北川景子36が柴田勝家吉原光男44と結婚する流れになるでしょうこれまで推しと家康の間に恋心があったことが度々び匂わされておりここでも史実と離れたストーリー優先の大胆な描写が展開されそうですまた秀吉もかなりエキセントリックなキャラに書かれているのでメインキャラとなる後半では 従来の歴史好きからは反発があるかもしれません、全道。ストーリーと史実、どちらを優先させるかは難しいところ。特に戦国時代は、有名な武将が出てくるため批判を浴びやすい。物語は後半戦に入っているが、うまくバランスをとって、盛り上がっていくことに期待したい。信長はこれで退場。次回から家康と秀吉の確執がメインになる。